こんにちは、アリパラのジュンです。今回はスプラッシュダイブセンターさんで体験ダイビングをしたいと思います。さあ、ということで今週も先週に引き続きスプラッシュダイブセンターさんの方で体験ダイビングをしていきたいと思います。先週は講義を受けたんですけれども、今週は実際に海の方に入っていくような流れになると思います。ここで先に先生に登場いただきたいと思います。先週に引き続きスプラッシュダイブセンターの米さんにご登場お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。で、講義はもう先週終わりましたので、はい、これからですね、ダイビング機材のサイズ合わせをしていただいて、で、フィッティングを確かめて、でお店の前の浅場のビーチに行きたいと思います。まず最初足のつくところでは呼吸の練習ですとか、さまざまな機材の使い方、操作の仕方について慣れていただいて、それから魚を見に行きたいと思います、はい、いよいよ、はい、初ダイブです、はいはい、ちょっと緊張しますが先生よろしくお願いいたします、はい、こちらこそ、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、フィッティングの方に行きたいと思います、はい。まず BCD のサイズ合わせをしましょうか。はい、BCD、はい、はい、じゃあまずこちらを、はい、合わせていただいて、よいしょ。で、お腹のこれだけでもやや重量はある。そうですね、感じですね。まあ水の中に入っちゃえば全然、はい、重量なんて気にならないですけど、はい、あ、大丈夫そう。大丈夫そうですか。はい、はい、すごい強くなった気分になりますね。ギュッと、はい、背中にファスナーが来るように、はい、着てみてください。はい、承知しました。こんな服のまんまで、このままで、とりあえずサイズ合わせ、はい、でそこは袖ですね。これ袖、これ袖です。天然でやってるな。こういう状態です。すごいな。この中に水が入るとまた、ね、少し馴染んでくるので、はい、今ちょっとパッツパツ状態、パッツパツ状態、うん、水が入ると、はい、伸びるわけではないんだけど、少し馴染んでくる、はい、はあはあ、大丈夫そうかと思います、はい、今日はその激流の中潜るわけじゃないので、はい、多分若干ゆとりがあると思います、はい、じゃあ機材は以上です。はい、はい、じゃあ早速海の方に参りましょうか。はい、はい、thank you.
ということで今陸の方に戻ってまいりました。ヨネさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや初めてのダイビング体験でしたけど、なんでしょうね、すごい不思議な感覚でした。この空気の出てるボコボコっていう音と海の中でこう全身が包まれてるっていう、このすごい不思議な感覚になって恐怖心とか全くなかったです。ああ、よかったです、はい、あのやっぱり浅いところでもう十分時間を取って練習したおかげもあるし、うんうん、あとはあの何しろジュンさん水の中でリラックスしてたんで、うんうん、あんまりこうガチガチに固まっちゃってる方っていうのはやっぱりあの呼吸も早くなったり息苦しくなったりするんで、リラックスするのが一番いいんですよ。あー、なるほどなるほど。ですからもうだらーっと力を抜いてのんびり魚を見ていただくっていうのが楽しむ秘訣だと思います、うんうんうん、正直にあの最初ちょっと緊張してたんですけど、ヨネさんがずっと隣にいてくれてずっと支えててくれてたので、それでねすごくリラックスできて、あのすごくねいい体験、ダイビングの体験ができました。こちらのスプラッシュダイブセンターさんで、もちろん C カードの取得っていうのはできるんですよね、はいはい、これは旅行者の方でも取得できるんでしょうか、はい、大丈夫です、はい、あのまあ、日本でできるところまで講習受けていただいて、うん、残りを現地で行うっていうようなやり方が、まあ、時間の無駄がなくていいかなと思います。なるほど。ぜひあの見られてる方で C カードをまだ捉えてない方はスプラッシュダイブセンターさんで C カードの取得も目指してみてください。はい、はい、ぜひぜひ、はい、ということで2週にわたりお世話になりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは、また来週の動画でお会いいたしましょう。アリーパラオのジュンと、はい、スプラッシュの米澤でした。